群馬県の山中に突如現れた無数の足場が建てられた現場、上信越自動車道北の巻工事の現場です。昨年の掘削工事開始から多くの注目を集めるこの現場は、高速道路トンネル上の巨大な岩塊を撤去することを目的とした世界でも例を見ない難工事現場です。6月16日に行われたこの北の巻工事現場の見学会に密着しました。群馬県と長野県の県境に位置する上信越自動車道碓氷軽井沢インターチェンジと横川サービスエリアの間にある北の巻トンネルの長野県側上部には約70メートルの巨大な岩塊があります。1996年に北海道豊浜トンネルで発生した岩盤崩落事故をきっかけに、全国のトンネルなどの安全調査が行われ、調査の結果、将来的な落石リスクをなくすためにこの北の巻トンネル上の岩塊を除去することとなり、2017年から撤去工事を開始。工事は大きく2期に分けられ、その1工事では岩塊掘削までの準備として、岩塊までの作業動線や残土搬出路の確保、トンネルや高速道路への落石防護対策、掘削時の落石防止のための岩塊表面補強工事と足場の構築、これらを2017年から2023年までの約6年間をかけ実施。2023年2月から始まったその2工事では、岩塊の掘削除去、仮設備の撤去を行い、2029年の工事完了を予定しています。世界初となる災害に備える予防保全工事を行う北の巻現場、今回の一般見学会には約1900組の応募から当選した36組の見学者が午前と午後に分かれて参加。見学者たちは初めに現場事務所で工事の概要解説を受けます。その後、それぞれバスに乗車し、急峻な斜面に築かれた最高高さ46メートル、全長約480メートルの仮桟橋を通り現場へ向かいます。仮桟橋の終点から岩塊の掘削現場へは、インクラインと呼ばれる傾斜面に敷かれたレールを昇降する巨大エレベーターに乗り向かいます。インクラインは工事車両や残土の運搬に使われます。インクライン終点へ到着しました。掘削現場へ向かいます。岩塊掘削現場、見学日時点で約20メートルほどを除去。現場には様々な重機が並び、地面には至る所に穴が開けられています。どのようにして巨大な岩塊を削っているのでしょうか。どうやって壊しているかっていうことなんですけども、押すんではなくて引っ張る力で、割っています。この断面のここの上の部分にミシミシミシと両側に引っ張るような力を加えて、割るっていうのが方法になります。まずクローラードリルと呼ばれるドリル先端がダイヤモンドでできた重機で、岩盤に細長い深さ 2.5 メートルほどの穴を開けます。その穴に油圧割岩機と呼ばれる重機の先端を差し込みます。先端からはセリアと呼ばれる部分が油圧の力で伸び、穴の内部で拡張、圧力をかけ押し広げ、亀裂を入れ岩盤を割っていきます。岩盤が割れる音をお聞きいただけましたでしょうか。このビッカー工法と呼ばれる工法を繰り返しながら、少しずつ岩盤を割っていきます。一般的にこうした岩塊は火薬等で破砕し、除去を行う工法が取られるケースもありますが、今回は直下の供用中の高速道路に破片一つ落とすことはできません。そのため、上から静かに岩塊を小さく割り、取り除く今回の工法が採用されました。
削られた岩石は油圧ブレーカー等で細かく砕かれ、ダンプに載せられインクラインを通って運ばれていきます。削られた岩石は膨大な量となるため、工事事務所では現在広く活用を求めています。工事事務所の傍らには落ちない石、不落石にちなんだ受験勉強等の験担ぎとなる来場者お持ち帰り用の石が置いてあります。見学会は巨大足場を降り、現場下部の高速道路上に築かれたロックシェッドへ向かいます。最高時には34段もの規模となった巨大足場、見学時には21段まで工事が進捗。足場の要塞と呼ばれ、昨年から多くの注目を集めてきました。この足場の裏側には岩盤表層からの落石防止のために補強するためのロックボルトが約1200本も打ち込まれ、さらに高強度金網で固定され覆われています。この巨大足場は落石から高速道路を守る防護柵であり、作業足場の役割も果たしているのです。巨大足場には階段以外にエレベーターも設置され、現場を上下に行き来することができます。現場下部に降りると高速道路の上下線の間には仮桟橋が築かれ、その上に巨大な200トン吊りのクレーンが設置されています。このクレーンで巨大足場の仮設や解体を行っています。見学会では運転席に乗り込んで記念撮影も行われました。高速道路上下線の上部に屋根のようにかけられたロックシェッド、万が一の落石が発生した場合でもこれを受け止め防護するための設備です。ロックシェッドにはサムフォームと呼ばれる衝撃に対する干渉効果の高い分厚い特殊発泡スチロールが用いられています。最後に掘削現場をバックに記念撮影。現場見学会、帰り道にも見どころがあります。帰りは来た道を戻るのではなく、長野県側に設置された総延長約410メートルの工事用モノレールに乗り戻ります。このモノレールは保安林をはじめとした自然環境への影響を最小限に抑えるために設置され、資材や人員の運搬に使われています。結構この道が私好きで、でまあこういうのも、道沿いだっていうのもあって、気にはなっているところもありまして、まあそこでちょっとまあ応募してみたっていう感じですね。じゃあ今日来る前に実際高速で通りかかったりとか。そうですね、ちょうど私南方で柵から高速乗って、まあ、峠越えてきたんですけれど、ちょうど通ったところの横を今見てきたっていう感じで、はい、そうですね、やっぱほら足場ですかね、足場がやっぱすごいなって。普通のね家の足場とはまたちょっとレベルが違うような足場だったので、それでまあその中にエレベーターもあれば、まあ、いろいろあって、本当にスケールのでかい仕事をやっててすごいなって思いますね。事業の見える化っていうのを一生懸命やろうと今してまして、工事の内容をこう分かりやすく説明して、皆さんに何をやってんだという事業をですね、分かりやすく報告していきたいというのを思っています。その方に応募された中だったら来ていただいたので、かなり熱心に聞いていただいたかなと思います。今一番掘削がここ 1,2 年がいい場面だと思いますので、この場面に何回かですねやれればなと思っています。安全はですねやっぱ細心の注意を図ってやってまいります。当然お客様が来場される安全もありますけど、もう作業中の安全というのが一番大事なので、ここは安全が全てに優先するということで進めております。削ってみて見ないと岩の内部の状態が本当はわからない。どこに亀裂が入っているか、その部分が硬くてとかいうことっていうのはやっぱり掘ってみて改めて分かった部分っていうのもあります。
一歩間違えると何か道路に落としちゃうっていうのが一番気をつけなきゃいけないですね。そのためにいろいろ多重の防護でやってます。万が一道路に何か道具とかですね、そういったものを落としちゃったりしないようにっていうことを、まあ、最新の注意を払います。もう結構天候の影響、冬は寒いですし雪はさほど降らないんですけど、やっぱりあと雨、特に山頂の高いところでやってるんで雷ですね。雷が鳴ったらもう全員帰り、ルールを設定したり安全管理上留意して、天気にも留意したりして、土木の仕事は大自然相手にして、で、自分でやりがい持ってやればやるほど、できることが幅が増えてきます。非常に若い人にとっても面白い仕事じゃないかなと思います。巨大な岩介除去に挑む幾重にも重ねられた安全対策と工事に関わる方々の強い志を感じることのできた見学会でした。